ございます。おはようございます。大学心です。りさです。今日はりさちゃんはいつもと違います。はい、はい、ちょっとじゅんちゃん風にしてみました。どうですか？どうですか？なんとサムネイルを見直したらあまりにもね、はい、あまりにも変わらなかったのでちょっと変えてみようかと自分なりに研究して、うん、研究して、はい、何を研究したのって聞いたら髪型が変わってたってびっくり。はい、そこだった。まあ、これぐらいしか変えるとこはなかったっていうのが本音なんですけど、ちょっと純ちゃん風にしてみました、はい、今日は葉山島ゴルフクラブにやってきました。はい、ここはですね、うん、ショートコースです。都心からのアクセスもとっても便利です、うんうん、で割とねバンカーとかもあって、うん、あのコースとしては結構いい感じ。池とかもありますね。はい、はい、楽しみで、金額などはこの辺にバーって出してもらうんで皆さん参考にしてください。はい、で、なんでここに連れてきたかというとね、うんうん、私さ、無謀なことを言っちゃったのよ、YouTube で、うん、パープレーを年内に出すってでもね、うん、無理なのよね、今のゴルフじゃ無理なのよね。そう、無理なので、そこでショートゲームを磨くしかないと。そうですね、ショートゲームですね。で、りさちゃんを呼びました。はい、やっぱりさ、18ホール回ってると、うん、ショートゲーム気にしなくなるじゃん。なんていうんだ、スコアばっかり。スコアばっかり。そうなの。で、なんかもう超さ雑になっちゃうの、うんうんうん、なんかドライバーとかばっか気にしちゃって、はいはいはい、なんで今日はもう抜いてきましたよ。抜きましたね。はい、ウッドがゼロゼロで、アイアンだけで鉄ばっかり。はい、やればりさちゃんのショートゲームを教えてもらいながらね、うん、では早速参りましょう。はい、レッツゴーよし、お願いします。お願いします。担ぎでやりますよ。できますよ。あの手押しもあるみたいなんで、それは相談してください。受付に。じゃあまずこれを出します。はい、今日全部アプローチするから、ここに行ったことにしよう。まずここに来て、はい、まあ、落とし場所がこれしかないっていう状況で、まず自分がどこに落としたいか、ファーストバウンドをどこに落としたいかを決める。ここ。はい。で、もう落とし場所だけを見る。落とし場所を見る。まあ、でも、まあ、でも落とし場所には落ちてた、うんうん、でそんなミスでもないので、まあ良しとした方がいいですね。今のはいいミス、うん、おお、こっちに来た。こんなに綺麗。ナイスパー。無駄に上げようとしすぎちゃうんだよね、結構。ふわっ、うん、必要ない、必要ないふわっとか。ひなちゃんだって無駄に上げないじゃん、うん、そんな、うん、なんかふわっとも打つけど、うん、なんか私はラウンド中にもうとにかくいろんな打ち方をして、うん、試してた。おー、この場で上げたらどうなんだろうとか。え、上げなくていいライでも、うん、上げなくて以来でも、この場で高い球を打ったらどうなるんだろうとかやって、あ、やっぱ違うなっていう答えをこう絞ってった。へー、あ、で違う、まさくこれはなし。そう、だからその現場に応じてスッとこうイメージがこういらないものがなくなっていくから。へー、結構ある。もうバンカー越えてるこれ。いいね、120。久々にがっつりした手打ち見た気がする。何も動かなかった。意外にある。ピンまで50だとして、そうね、まあ、落としどこまでだとしたら30、多分30ぐらいだとしよう。
じゃあ40打ってみよう。40、あ、そうね、大きくね、はい、40、キャリー40、キャリー40。全然でかい。待って、池入りましたけど。なんで、ちょっともう一回やり直し。お、いいと思います。お、今ちょっとイメージ通りな気がする、うん、どう？ミートも良かったし、高さも良かった、ね、高さもあれぐらいがいいなと思った、うんうんうん、あ、いいと思う。最初なんか強いすぎるし、高さもえーみたいな。何ミス？でも結果良くない？全然違った。結果良くない？めっちゃダフりました。来た？ナイス。意外にショートコースとバーディーって難しいかも。確かに。ちょっとジュンスタイルやめようかな。暑いし、ジュンスタイル。感じでやるともうこの辺からもう補足する。そうだよ、今も完全に落とし場所を決めるみたいな。補足して14本で、私は落とし場所までの補足しかしない。え、そうなの？ピンまで補足はしてない。例えば私だったら多分この辺に落としたいなって思うんだけど、この辺までの補足をして、あとはここから先はもう惰性、このスライスなのかとか、そっちを考える。落とし場所からスライスかフックかを考えるから、スライス、うん、1、5、9、10、11、11歩、うん、で大体自分の10ヤードとか、そういう区切りのいいヤード、10ヤード15ヤードとかよりもちょっと強めで、うん、落とし場所、どんな球のイメージ、強さっていうのをもうすっごい膨らます、この時間で。私は、私よく一人で回した時はもうすごく喋って言ってた自分で、これぐらいで落としてあの辺から転がしていきますとか言って、口に出して言ってた。でもファーストバウンドはそこに低めに落とす、うんうん、カップをもう先に絶対惰性で行くぐらいに、うんうん、短く持つ、うん、左足大事、うん、で落としとくだけに、そうそう、でそれで素振りをしていくと、そういう体の動きになってくれる。面白い、うん、いつもと違うの？違う。あ、ちょっとだいぶでかい。だいぶ強いですけど、だいぶ強くて出ちゃいましたけど、うん、まあでもそんな感じがいいですね。私だったらちょっとフォローを抑えて、あああ、ミスしてもあれぐらいで収まる。今もうちょっと前が良かったの？うん、もうちょっと前が良かった、うんうん、で、今打った後ちょっと肘をこう抜いた？うん、少し抜いてる。それもやるときとやらないときあるの？うん、ピンの奥はあんまり行かせたくなかった。どっちかっていうと返しが、うん、下りになるから、ピンの手前か、うん、ピンぐらい。いい、難しいぜ。これはむずいよ。このこれは難しいぜ。まず落とし所がわからない。
過ぎかな。この辺だよね。この辺、この辺だと思う。13歩。はい。で、玉はどういう感じにします？上げたい。だよね、うん。はい、いいと思います。でも、はい。上げてここになんかこうとか言って落ちそう。それは心がいけない。そう。心の心がいけない。心がいけないよね。心の心がいけない。とにかく玉を上げて行きたいから、左足寄りに玉を。で、フェイスをちょっと開く。で、短く持つ。で、その時に足場、今のスタンスで安定して構えられてる。不安定。そしたらもうちょっとこう、いろいろ探って。探る。もう形はもう、どうであれ。なんかこう、しっくりくるとこ。私もそうするはず、絶対。絶対右足をもう、私は下げると思う。あ、こうね、うん。こうの方がなんか、ちょっと外にも上げやすいし。そうだよね。そう。その素振りの時点で自分がこうしっくりくる素振りの位置を決めるっていうのも結構大事。なるほどね。うん、球がこう、あ、フェイスがこうどういう風にちゃんと抜けるかを探るのってすごい大事だよ。ピンまで上げるのは結構辛いかも。うん、そんな上げなくていいと思う。そんな上げなくていい。うん、まあ三、ね、しましまの3本目ぐらい、うん、やれて。合ってる合ってる。で。まあ、あそこより手前、13歩だから、うん、白ぐらい。目線もあれぐらいにしといた方がいい。白ぐらい。目線はね、低い。まあ、そんな取らなくてもいいから、まあ、白ぐらい、そのぐらいで、はい、持っておくといいかな。そう、できました。ちょっと手前だったけど、うまくいった。全然できたよ。こんなことできるの？これでいい。じゃあ、りさちゃんもやってみて。はい。できた。うまい。スピンかかってるよ。しっかり。多分今のは私よりココロちゃんの方が球がちゃんと上がったから、ココロちゃんは横で止まって、私はちょっと低かったからそのまま流れて、うん、はい、はい、ダップダップ。ナイス、上手。気持ちいいな。すごい。お、いいよ。ぐらい、うん、でもなんかすぐそこ出しな、どうしよう。白ぐらい低く出したい、高く上げたい。まずそこを一つに絞ろう。高く出したいか、これでも低くだってさっきみたいなことになんないかなって思っちゃう。あのすごいオーバーしちゃった。あー、はいはいはい。でも高く上げる必要ないよね。そうだね。そうだよね。分かった。低くで、低く出したい。赤一本目。高いあれ、あの白いラインぐらい。白いラインでもいい、うん、で、もう近いからそんなに体重移動しなくていいから、もう最初から左、最初から左で乗せちゃっといた。右に乗りやすいんだよね、うん、もう最初から左に乗せといて、もうほんと上げて下ろすぐらいのイメージ。いや、怪しい。うーん、怪しいけど、まあ、結果はオーライだ。全く知らないよね、私。改めて感じるよ。そうだね。100です。
でもラウンド後のアプローチ練習とかがやっぱ一番効く、うん、何が、うん、アプローチ何がだからやっぱ悔しいじゃん的な。そう本当にで大体いいスコアの時ってもうショットがいいしかないんだよね、うん、そうアプローチあれしたっけみたいな、バンカーもやってない、アプローチも、うんまあ、何個かあったなぐらい、うん、でもスコア悪い時は、うん、こう壁面に乗らない寄らない乗らない寄らない入らない、うん、でもさ乗らなくても寄ればさある程度でも荒れるじゃん。そうなんだよね、今日はアプローチが良かったですね、うん、そんな日ほぼない。